今ですね、鳩の置き鳥を3箇所ですね、この前方のビルです。先だって竹を立てたところのもとにですね、3箇所仕掛けてきました。で、ちょっと初心に帰ってですね、放鳥して5分ないしは10分はですね、必ず時間を置いて放犬するということをですね、今回はやる予定で、今、ここでですね、10分間ぐらいゆっくり休んで、それからスタートします。この前方にですね、鳩をせんだって竹を立ったところですね、そのもとに3箇所、設定してですね、10分以上経ちました。今からスタートします。アンナとラッキートリガーのバードワークです。さて、どういうようなことにしてくれますかね。スタイルがダメだな。もう今更ベンチワーク訓練もアンナにはちょっとかわいそうだから、好きなようにさせとこう。はい、ゴー。ほとんどさあ、これでアンナがバックに入りましたね。あっ、おそらくバードワークすべてですね、その間に荒らすとラッキートリガーが全部やってしまうんじゃないかなと思うんですが、さあ第1バード1番ですね。ラッキー偉いぞ。お、わかりますかね、このオス犬。尻尾がですねラッキングしてますよ。こういうものをですね、血統もわからず訓練すると全くダメになってしまうんですね。アンナ偉いぞ。アンナもバックして偉いぞ。グッドバイ。ねえ。アンナもまだ尻尾はパピーだな。背中にかぶり込んでるぜ。なぎなたのようだね。それじゃあダメ。生かしましょうかね。これも邪道ですけども、一応飛び込みの訓練はやってますので、これは本能的に全くあるもんじゃありませんので、教える訓練です。笛と言葉によるコマンドでですね教えてますが、まあ、できるだけですね、これから記事上に入りますので、山で笛を吹くのはタブーなことですので、ホイッスルはね、吹かない方がいいですから、声で飛び込まします。はい、ゴー！さあ、多分また、ラッキーが第2まで行ったんじゃない、違うかな。どうかな。お、動いた。ポイントかな。あ、だけどこれはダブルポイントみたいになっとんちゃうかな。mit dabei. Oh, やっぱりね、ラッキーのポイントだよね。いたばい。一応5で飛び込ましますけども、鳩は早めに飛ばします。これはですね、鳩を加えると困りますので、鳩先にちょっと若干飛ばしてから5をかけます。 5!絶対ラッキーですよ。またね、あんなは何度やってもバッキングだけですわね。バッキングに入る姿が見えると思います。バッキングです。ラッキーのバッキングを見たかったんだけどな。ここでいらんハンドリングするとですね、見られてしまいますので、アンナのバッキングは完璧ですけどね、これだけはほとんどやったことがなかったと思いますので、訓練で。だから8年前のですね訓練がやっぱりまだ身についてるわけですね、本能的に。だからウイング&ショットの基礎訓練というのは本当に大事なことなんですね。おっ、写真を撮ってあげようかね。おっ、長猟犬の訓練でですね、一番私が感じることは何かっていうと、本当に基本的な原則が上がってない人がやってるのが非常に多いように気がしますね。例えば、ビデオで勉強したとは言えばですね、きちんとその感性を持ってビデオを編集してくれてるものであればいいですけども、家庭用のビデオもしくは GoPro7 なんかで撮りますと、音と映像とは同時に入ってきます。だけど音声はかなり遅れて記録されるんです。だからその音声の遅れたものと犬の動作というものがですね、いわゆる、まともな、目に映る動作としてですね、見えないわけですね。そうなるとですね、飛び込みもそうなんですが、GO で飛び込んでいくその前にですね、すでにゲームが飛んでると。だから一本ゲームは先にビデオに入ってますから、その飛んだですね、映像そのものがですね、実はその映像そのものをですね、ポイント源が追っかけてるように見えるんですね。それが要するに誤解なんです。それとそれからね、嗅覚、聴覚、ね、知的感覚、こういうものの優れたものもですね、全く、無視した訓練が非常に多いですから、花も入ってなくてですね、置いた鳥も満足にできないと。だけど訓練ではある、なんでかっていうと、主人が置いてくれるところはですね、足跡もあり、大体この辺りだなっていう、目と感覚を使って処理ができますので。でもその成果を実際に実証できるのはですね、今まで一緒に走ったこともないような、他県と協議会をすることによってですね、証明されると思います。全国のですね、置き取り訓練やってるところのそのバードワークを見れば、大体どういうふうなことかっていうのは、理解できてくれるんじゃないかなと。まあ下手な、講釈になりましたけども、飛び込まします。GO！Get the buy。 今日は一度もポイントできることができなかったですよ。アンナちゃんは弟に全部負けてしまったぞ、お姉ちゃんから。無駄な動きが多いっていうのはそこだよ。まあからかこにポイントしないだけは上等としないとダメですね。ある程度でもちょっと気にしてますね。それは無理もないでしょう。どこにあるかな。おいおい、これはどこ置いた。花がきさんからな。あ、ここだ。よいしょ。さあ、第一バードへ向かったが、あれにポイントするようなことではどうしようもないよ。ねえ、大丈夫だな。ラッキーは絶対やるはずもないし。今回ははっきり分かったと思うんですね。どうしてこれがこういうふうにですね、明確に犬が動いてくれたかということはですね、放置をして、いわゆるこれ、まあ、包丁とはいえども、包丁器に入れてですね、電書バトバードフィールドにですね、設定した。その後ですね、10分以上ですね、待った後に放犬したためにですね、悩まされるようなですね、いろんな残臭とか、そんなものがですね、落ちてきたためにですね、非常に、見ても見やすいバードがあるんだと思います。